お待たせしました。よく連絡してくれましたね。今になって急に頼りにして自分勝手だってことは理解しているつもりです。だけどお願いです、カノンを。病に苦しむ人を救うのが私たちの役目です。頼りにしてくれて、信頼してくれて感謝します、神代くん。いえそんな。カノン、行ってくるね。元気になって戻ってくるよ。では救急車で一旦病院に運びます。レイトムのトラックじゃないんですね。ええ、護送車を呼んだりしたらあなた方風花さんに迷惑がかかります。それにカノンさんには X 型ウイルスに感染する以前からの持病もありますからね。そちらの検査もしておかなくては。何から何まで本当にありがとう、アキラさん。いえ、当然のことです。そしてこれからもできる限りのことをすると約束します。どうか決して希望を捨てないで。そして風花さんのことでも、もし何かあったら私に連絡してください。あ、はい。では私はこれで。カノンちゃん大丈夫だよね。ん？ああ、大丈夫だ。元気になって戻ってきてくれるさ。うん。アキラさんも思ったよりいい人だったもんね。最初に会った時は怪しい人って感じだったけど。そうだな。タブノキさん、カノンさんをよろしくお願いします。カノンさん、どうか一日も早く元気になって帰ってきてください。カノンは本当に大丈夫なんだろうか。アキラさんはきちんとカノンを。先輩。ああ、夏目。カノン先輩のこと心配ですか？まあ、そうだよな。正直言って少し、かなり心配だな。一晩考えて全員で納得してそれで出した結論のはずなのに、どうしても不安が消えないんだ。やっぱりカノンがアキラさんのところに行くって言い出した時に止めるべきだったんじゃないか。そもそもアキラさんの話を持ち出すべきじゃ。大丈夫です。え？絶対大丈夫だって私は思います。だってあのことは湊先輩とカノン先輩、それに風花ちゃん、私がとっても信頼して尊敬している人たちがみんなで考えて決めたことなんですから、間違っているはずなんかありません。でもな。大丈夫ですよ、タブノキさんは信用できます。私もそう思います。夏目も？はい。そうか、
だったらきっと大丈夫だな。でしょ？ああ、俺が世界で一番好きな夏目がそう言ってくれるんだ。何も心配することなんかない。一番好きって、ですね。恥ずかしいですわ。あ、でも信じてください。大丈夫です。カノン先輩はすぐに元気に帰ってきます。もちろんだよな。あ、そうだ。どうしたんですか？カノンが帰ってくるまでにドーナツの材料手に入らないかな。帰ってきたら食べさせてやりたいんだ。風花ちゃんが作るんですか？一応俺も手伝うんだ。え、湊先輩がですか？なんだよ、そこまで驚かなくてもいいだろ。兄弟合作のドーナツだ。昔からカノンには評判いいんだぞ。それはぜひ食べてみたいです。味わうのは無理ですけど、匂いだけでも。夏目？あ、いえ、私もこの世のものじゃないといえばそうなんですが、そういう意味じゃなく。おーい、夏目さん。何かこう、天界とか妖精界とか、そういう夢の世界の住人たちが行列してまで欲しがるレベルで、それはもう素敵な素敵なドーナツが出来上がると思うんです。きっと匂いだってこの上なく素晴らしく。夏目、帰ってこーい。おやすみ夏目、また後で。ほっぺをツンツンすると寝返りを覆ったり顔をしかめたり、かわいいです。ツンツンしちゃおうかな。あ、でも今度は別のところ。夏目ちゃんいるよね？ご飯作るの手伝って。はーい、今行きます。
夏目？どうしたんだ夏目？夏目、どうしたんだ？苦しいのか？力が消えかけてるのか？行く？行くってどこなんだ？無理するな！夏目！夏目！病院。病院？病院に何が？おい夏目！わからない。でも夏目が、夏目ちゃんが、とにかく行ってくる。俺が出たらしっかり戸締まりしとくんだぞ。あ、ちょっとお兄ちゃん。夏目！待ってくれ夏目！夏目、苦しいのか？大丈夫なのか？アキラさんこそ、ここで何かあったんですか？それが、怪我してるじゃないですか！大丈夫ですか？触らないで！応急処置は済ませてあります。新人類に負わされた傷ですので、男性といえども、むやみに触れない方が。新人類？病院にですか？なんでこんな。っていうのか？アキラさん、今の話。あなた一体誰と話しているんですか？あ、そうか。いや、そのことは後で説明します。とにかくこの中にカノンがいるんですか？それが。いるんですね。いいですか。落ち着いて聞いてください。はい。カノンさんは確かにこの中にいます。そして私に怪我をさせたのもカノンさんなんです。まさか。ええ、カノンさんを病院に連れてきて検査をしていた時のことでした。突然カノンさんの症状が。嘘だ。残念ながら本当なんです。今のカノンさんはもう。言わないでくれ。その後、まるで呼ばれたように街中から新人類や、かなり症状が進んで自分の意思を失った感染者たちが集まってきて、病院の中はかなり危険な状態です。今応援を呼んでいますので、あなたはご自宅へ。
夏目、どこへ行くんだ。行かないと。待て、行くんじゃない、戻ってくるんだ夏目。 あなたこそどこへ行くんです。戻ってください。夏目、夏目は一体。こんなとこ、どうにかして逃げ出さないと。夏目が。アキラさん、アキラさん、大丈夫なんですか。ええ、どうにか。ですが、この際です。あなたに協力をお願いします。え、この二人は私が食い止めます。あなたはこの奥にいるカノンさんを止めてください。カノンを。このままでは町中の感染者がここに集まってきてしまいます。そうなっては手がつけられません。あなたと D4U ならそれを防げるはずです。これ以上相手が増えると私の力では対応しきれなくなります。急いで。わかりました。夏目！おい、どこへ行くんだ！あ、夏目？どうなってるんだよ、これは。夏目、これは。ごめんなさい、先輩。これ、私の体です。夏目の体？泣いてちゃわからないよ。頼む夏目、説明してくれ。俺、状況が飲み込めないんだ。はい。今ま
自分では全然わからなくって。でも、私、死んではいなかったみたいなんです。意識は全くないし、体を動かすこともできないけど、命だけはどうにか繋いでる。そういう状況で意識だけがこうやって外に。体の件については分かったよ。でもどうしてなんだ、なんで X 型ウイルスに。それはカノン先輩が。カノン？カノン、なんてことを。どうしてそんなこと。それはカノン先輩のせいじゃないんです。カノン先輩はもう自分が何をしているかわからなくなっているんです。あ、ウイルスに操られて、カノン先輩自身の意志はもう。夏目？いえ、私はここに。その体はウイルスが。なんてこった。くそ、新人類が。まさか、あれは。カノン先輩です。カノン！私たちを解放すると思ってください。だから先輩がやられてしまう前に T4U の力で。けど、くそ。だけど俺にお前を傷つけろっていうのか。無理だ、俺にできるはずがない。無理でもやってください。湊先輩にしかお願いできないんです。私はもう死んだ身なんです。先輩のおかげで満足して生きて、そして満足して死ねるんです。あれはもう私の抜け殻なんです。放っておけば多くの人に迷惑が。何より先輩を傷つけてしまいます。だから。バカなこと言うなよ、夏目。先輩？世界で一番愛する人を殺せるわけがないだろう。俺はお前を絶対に助ける。それにカノンも。いや、ウイルスで苦しんでいる人全員をだ。俺と D4U が必ず救ってみせる。
D4U の力を使えばウイルスなんか。みんな行くぞ。おう、任せとけ。夏目、どうにか夏目を助けたい。なんとか元に戻してやりたい。大丈夫だ、まだいける。夏目。大丈夫だ、救える。きっと夏目を助けられる。
心配すんな。助ける。必ずお前を助けるぞ。美咲、つかさ、かりん、あずみ、りこ、みんなまだやれるな。当たり前や。まだまだこんなもんでへばるわけないやろな、みんな。あなたと夏目さん、それにカノンさんに、私たちのすべてを。うん、僕たちの歌と君の勇気で絶対二人を助けるんだ。最高のステージじゃない。いつもの 200% は実力を出せそう。私たちの思い、どうかあなたの力に。聞いたな、夏目。俺たちはお前を全力で助ける。夏目、お前の本当の気持ちを聞かせろ。もっと、もっと皆の先輩と一緒にいたい。いつまでも、どこまでも一緒がいい。こんなところで消えるのは嫌。助けて、助けてください先輩。私をここから連れ出して、私を連れて帰って、お願いです。わかった。お前の気持ち、しっかり聞かせてもらった。俺たちみんなの思いを、すべてをぶつける。みんな、行くよ。この歌は、今までに聞いたことがないぞ。これはな、うちらのメモリに隠された最後の歌や。最後の歌？そうです。これまで私たちすら知らなかった、存在に気づくことすらなかった最後の歌。そして僕らの持つ最大の力、これは、この歌は私たちだけじゃ歌えない、人の心を加えて初めて紡がれる愛の歌。あなたの思いを私たちと一緒に。二人の皮膚が感染前の状態に戻っていく。カノン、辛いのはわかるけど、
梅ちゃんを助けないと。夏目、そうか、そうだな、せめて夏目だけでも。夏目さんの体はそこ。安心して、まだ消えていないわ。そうか。お肌もすっかり元通りや。どうやら夏目ちゃんは助かったみたいやな。スカさん、安心するのはまだ早いよ。夏目さんの幽体というか意識を。夏目、おい、夏目、そんな、その体はどうなってるんだ。大丈夫なのか。また元の体に戻れるのか。嫌だ。ありがとうございました、先輩。あなたと過ごした日々、本当に幸せでした。お前がいなくなって幸せになれるわけないじゃないか、夏目。大丈夫、先輩は私に勇気をくれた人。きっと大丈夫ですから。さようなら、夏目。夏目、夏目、ありがとう、夏目。夏目、こうして目を閉じるだけでお前との思い出が次々に浮かんでくるよ。俺はお前のことを決して忘れない。お前がくれたこの気持ちをずっと大切にして、お前の思いと一緒に生きていく。だから夏目、今だけは泣いてもいいよな。あ、それはダメか。意外と厳しいんだな、夏目。それはですね、夏目、ちょっと待て、どういうことだ。幽霊の夏目が消えて、俺の背後に夏目がいる。背後にいた夏目といえば、うわ、つまり今ここにいる夏目は、ただ体に戻っただけみたいです。いえ、だけっていうのはちょっと違いますね。体が普通に動くんです。動けないからずっと病院にいたはずなのに、夏休み前に戻ったみたいです。
本当なのか。それは嬉しい。いや、夏目が生きていてくれてるだけで嬉しいんだけど、一体どうして。私にも分かりません。でもどこからか声が聞こえた気がするんです。声？はい、カノンさんの優しい声が。消えちゃダメ、あなたと生きてって。あの声は間違いなくカノンさんのものだったと思います。カノンが最後に助けてくれたのか。そうなんだろうな、きっとそうだ。あいつは本当に優しかったからな。はい。なぜこのような現象が起きたのか、私には見当もつきません。そうだよな、カノン。おう、夏目、遅かったな。すみません、ユノ先輩が1年生の練習を見ていたもので、そのお手伝いを。そうか。今日もお疲れさん。さて、それじゃ帰るか。はい。
平和だな。はい、とっても。体の調子はどうだ？何か問題とか？そうか。いや、わかってるけどさ、やっぱり心配になるんだよ。お前のことだからな。なんせ目の前で出たり消えたりされたんだもんな。あれは本当にきつかったぞ。もう私もこんな風になるなんて思ってなかったんです。それはそうだ。お前がいてくれて本当に嬉しいよ、夏目。今日は先輩の家にお邪魔していいですか？ああ、風花も喜ぶよ。風花ちゃん、そういえばどこに進学するつもりなんでしょう？もしかして私たちと同じ？そのつもりだったと思う。まあその頃俺は卒業してるから、あいつの面倒を見てやってくれ、夏目。任せてください。卒業か。俺もそろそろ考えないとな。先輩なら何でもできそうですけど、何か目標とかなりたいものとかないんですか？特にはないな。夏目は何か夢とか？あります。それも2つも。へえ、それはすごいな。これも先輩のおかげですよ。私、先輩にはいっぱいの愛と勇気と夢をもらったんです。まるで何かのヒーローみたいだな、俺。その夢聞いてもいいか？もちろんです。一つ目は、先輩のお嫁さんになってずっと一緒にいること。そうか。それなら絶対に叶うさ、保証する。もう一つは？これも先輩と一緒にいて思ったことなんです。こんな風になりたいなって。それは、ぼんやりと
ほら、お前ら席につけ。チャイムが終わるまでに座ってなかったら、お前らの好きなやつを発表させるからな。じゃあ朝のホームルームの前にだ。そわそわしているな。お前たちも噂には聞いてるんだろ。まさかあの噂は本当なんすか。超美人の新任女教師がうちのクラスに来るって。でもまあ噂なんか当てにならないものだ。美醜なんて人それぞれだしな。いや、そんな前振りはいいから。生意気なガキどもだ。先生、入ってくれ。皆さん、はじめまして。今日からこのクラスの副担任になりました、栗原夏目です。かわいい。エロい。美人ってレベルじゃねえぞ、勝ち組。まさに俺たち勝ち組。ずっと前から愛してました。先生、何歳なんですか。静かにしろお前ら。先生が困ってるだろうが。時間は作る。後でまとめて質問しろ。落ち着け、夏目。失礼しました。今日、皆さんの副担任になれたことを心から嬉しく思っています。私はまだ未熟者です。けど、皆さんと一緒に学び、成長し、明るく楽しい一年を過ごせるよう努力します。皆さん、どうぞよろしくお願いします。お前ら反応しすぎだ。そこまでか。ったく。何か聞きたいことがあったら遠慮なく聞いてくださいね。はい、先生って何歳なんですか。身長は、スリーサイズは。もっとまともなことを聞け。お前ら まともなこと。彼氏はいるんですか。どこがまともだ。いや、重要でしょ。彼氏と言いますか、結婚を前提にお付き合いしてる方はいます。終わった。冗談でもやめろ、ったく。おお、ねえ、いつからお付き合いしている人なんですか。きっかけは？あなたたちと同じぐらいの時に会った人です。私が皆さんぐらいの頃、この町ではとても悲しい出来事がありました。その時にも、そして私が自分自身の問題で悩んでいた時にも、その人は私を支えてくれて、そして大切なことをたくさん教えてくれたんです。ああ、なんだかすごくいい話ですね。あ、もしかしてその人が教えてくれた大切なことというのを、いろんな人に教えたくて教師になったとかですか。いいえ、大切なものは人それぞれです。私が教師を目指したのは、皆さんにとって大切なものを見つけるお手伝いをできればと思ったからです。そしてその人が一緒に教師を目指そうって約束を守ってくれたから。すみません、なんだか質問の答えから外れちゃって。とにかく頑張りますので、
少しずつでも頼りにしてもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。Show's over. Get out of here.